ハンター・タイロハンター・タイロは、アメリカ合衆国の女優。テキサス州フォートワース出身。純血運動家、プロライフ運動家。1985年にテレビドラマ、オールマイチルドレンでデビュー。ここで夫となるマイケル・タイロと出会う。1987年に引退、結婚。1994年に、自らの浮気をきっかけに、夫が自分の元を去る。これをきっかけに、 キリスト教に目覚め、ボーンアゲイン・クリスチャンとなった。現在は、女優業の傍ら純潔運動家、プロライフ運動家として活動している、四人の母。1997年、ハンターは、アメリカの青春ドラマ、メルローズ・プレイスの出演を手にしていたが、妊娠していたために交番となった。この件で、ハンターは、アメリカドラマの超大物プロデューサーである。 アーロン・スペリングを訴えたことで有名。ハンターは、この訴訟に勝ち、489万ドルを手にしたが、結局、メルローズ・プレイスには出演できなかった。現在、ヒルメロ、ボールド・アンド・ザ・ビューティフルに出演中。ちぐられた、入寮式、呪われた、女子大生の謎アリソン役1984年、アメリカ映画日本劇場未公開。 ビデオ発売 http コロンスラッシュスラッシュ www.imdb.com スラッシュネームスラッシュ nm 0 878950スラッシュバイオありがとうございます